パリ五輪第16日、卓球10日、パリ南アリーナ。女子団体決勝が行われ、悲願の金メダルに挑む世界ランキング2位の日本は、5連覇を狙う同1位の中国と対戦した。第2試合のシングルスはエース対決で、世界1位の孫エイサ、孫エイサ相手に、日本は2023年のザグレブで勝った経験を持つ同12位の平野美宇、木下グループ、沖陽。 第一ゲーム、8の3、9、6と大きくリードしながら落とし、そのままストレート負け。日本は通算0勝2敗となり、もう1敗もできないところまで追い込まれた。第一試合のダブルスは、張本美和、木下グループが初めて起用され、早田ひな、日本生命とのペアで、チンムチ,ンムチンムーム大盤行く、ワンマンユ 組を最終ゲーム9対5まで追い込んだしかし、逆転され、フルゲームの2-3で敗れた。団体が初採用された2008年北京五輪は3位決定戦で韓国に敗れて4位だった。12年ロンドン五輪では、石川佳純、福原愛、平野さやかで臨み、当時日本勢初の銀メダルをつかんだ。21年東京五輪は伊藤、石川、平野で挑み、 2大会ぶりの銀メダル。いずれも決勝で中国の壁に跳ね返されてきた。世界選手権団体戦でも2014年から今年2月の24年大会まで5大会連続で決勝で中国に屈しての銀メダル。しかし、2月の同大会決勝では早田が陳平野が王ゲへ進む、王ゲイ的を破り、歴史的な2勝を挙げ初の金メダルに肉薄した。平野は 今まで団体戦を私がやってきた中で一番中国選手を追い詰めた。今までは負けてどこかでしょうがないという気持ちがあった。こんなに悔しいのはみんな初めてだと思う。五輪で借りを返せるようにこれから頑張っていきたい。と自信を述べていた。